一般質問を行います。6番森田勝君。こんにちは。最後の質問となりましたので、もう少しの間時間をもらいたいと思います。先に通告していました通り、日本で最も美しい村連合とはについて質問いたします。質問箇所は7か所ぐらいありまして、最後も最も美しい村とは、今後の町としての取り組み、行政として住民に対してどのような取り組みをされるのか、住民全体による保守作業等の計画はという、それから5番目としまして、看板等の設置の考えは、まちづくりの協議会設立の考えは、それから今後のまちづくりと地域づくりの取り組みというようなことで、最後に町長の答弁の方をよろしくお願いしておきたいと思います。最初に最も美しい村とはということで、今年10月4日町において日本でも最も美しい村連合に加入されましたが、この最も美しい村連合とはどういう村なのかを、ぜひ答弁を願いたいと思います。政策推進課長甲斐俊文君。はい。6番森田議員の質問にお答えいたします。日本で最も美しい村とはというご質問ですけど、これ NPO 法人で、日本で最も美しい村連合ということに、という団体であります。で、その起こりについてご説明いたします。日本では市町村合併が進み、小さくても素晴らしい地域支援を持つ村の存在や美しい景観の保護などが難しくなってきたことから、1980年に始まったフランスの素朴な美しい村を厳選し紹介するフランスで最も美しい村活動に範を取り、失ったら二度と取り戻せない日本の農産村の景観文化を守るため、活動を進めるために2005年、平成17年ですけど、日本で最も美しい村連合が発足しました。また小さくても輝くオンリーワンを持つ農産村が自らの町に誇りを持って自立し、将来にわたって美しい地域であり続けるため、日本で最も美しい村のシンボルマークを日本のみならず世界的にも観光地や文化地域としての目印にすることが目標となっています。なお現在の加盟町村及び地域は本年度に認定になりました4地域、本町をはじめ、栃木県那珂川町の小砂地区、それと静岡県松崎町、京都府和塚町、それと同じ熊本県の球磨村を含め、全国で現在47町村7地域となっております。以上、美しい村とはということで、答弁いたしました。6番森田勝君。はい。自席から失礼いたします。ただいま課長の方からいろんな説明がなされました。1980年にフランスの方でこう始まったというような話でございます。小さくてもオンリーワンの町づくりというようなことで説明がありましたが、
今後町としての取り組みはどう考えておられるのかをご質問いたします。政策推進課長甲斐俊文君。はい、部長。自席から失礼いたします。まずですね、日本で最も美しい村連合の目的を報告して、それをもとに町の取り組みについて説明したいと思います。まず連合の目的としましては、まず1番目ですけど、自らの地域に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこと、2番目としまして、住民主体のまちづくり活動を展開し、地域の活性化を図り、地域の自立を推進すること、3番目といたしまして、生活の営みによって作られてきた景観や環境を守り、これらを活用することで、観光的付加価値を高め、地域の資源保護と地域経済の発展に寄与すること、というふうに、この3つの目的が定められております。これらの目的にあるとおり、行政主導ではなく、住民主体のまちづくりが大切であります。そのためには、まず住民自らが自分の地域に誇りを持つことが必要でありますので、町としては、この連合加盟をあらゆる手段で情報提供を行い、今回、連合の審査でですね、評価された点、これは高森町の評価された点ですけど、1番目に美しい草原風景、2番目に豊かな環境が生み出す水の源、3番目に風鎮祭、これを住民にですね、再認識されるよう進めてまいりたいというふうに思っております。またこれらの他にも誇りを持てる箇所がたくさんあると思いますので、住民自らがその良さを認識し、訪れる方々におもてなしを住民すべてで行っていただくよう、意識改革を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。6番、森田勝君。行政からの指導ではなくて、住民指導型の住民が自らの観光客の訪れるおもてなしの町づくりというような話でございます。今後ですね、住民にただいま言われたような、住民自らの観光客の訪れるようなおもてなしの町というようなことでございますが、私たち議員もですね、そうですが、最も美しい村と聞いてもですね、ピンと来ないわけでございます。住民に どのようなお願いや取り組みを今後考えておられるのかを質問いたします。政策推進課長甲斐俊文君。はい、部長。先ほども申しましたように、連合で評価された3つの地域資源ですね、美しい草原と豊かな環境が生み出す水の源、それと お祭りの風鎮祭、この中で、最も高い評価を受けたのがですね、美しい草原景観でした。で、これは世界農業遺産への登録とか、21世紀に残したいふるさと百景第一に選ばれるなど、人の営みと自然が共生された成果でありまして、草原を維持していくために、野焼きボランティア活動や赤牛オーナー制度など、今後も積極的に参画していきたいというふうに思っております。また、昨年度からですね、千年祭り、月回公園で行われております千年祭りは、千年につながる草原再生を目指して行っておりますけど、この循環型社会の構築に貢献することを目的にですね、開催しておりますが、町民の皆様にも草アートの制作やイベントに積極的に参加していただいて、最も美しい村の PR ができたのではないかというふうに思っております。このようにですね、先ほどから申し上げておりますように、官民一体で全域的な活動が必要となってくるので、
町全体で推進運営組織を立ち上げる必要があるというふうに考えております。で、この町全体で作った運営組織をもとにですね、今後の取り組みを検討していきたいというふうに考えております。以上です。6番森田勝君。はい、今ただいま課長の方から官民一体において積極的な取り作りをするというようなことでございます。私はですね、日頃からこの美しい町づくりというようなことを聞きまして、住民全体による放出作業等の計画などは今後ないかというようなことで思っております。美しい町づくりとして住民全体による放出作業などの計画、また住民による交付した地域活動などを募ってはどうだろうかと現在思っております。その中でですね、現在町の中で、道路の草刈りですね、年に2回ほど行われております。しかしそういう作業をですね、町の中の放出作業にですね、取り入れてはどうだろうかと思うわけでございます。どういう放出作業かというと、地域のですね、町の中のいろんな排水溝、それから、店の前のですね、そういう自分の家の前のですね、前に花壇などを設置されて、それを観光客に誘致の時に観光客が、あ、この町は素晴らしいなというようなですね、そういう設置などをですね、住民全体に今後報告されたらどうだろうかと思っているわけでございますが、その点についてどう思っておられるかを質問いたします。政策推進課長、甲斐俊文君。はい、今森田議員が言われたようなこと、それが一番最も美しい村にふさわしい行動だと思います。しかし、私たちの考えではですね、それを年間計画といいますか、そういうのを立てて実行していきたいと思いますので、先ほど申しましたように推進運営組織を立ち上げた後ですね、その辺の計画を持って、全町一斉、清掃活動とか花いっぱい運動とか、その辺を盛り込んで計画していきたいというふうに考えております。以上です。6番森田勝君。はい、今課長の方からそういうふうな取り組みをしていきたいというような話でございます。ぜひそういう取り組みをお願いしていきたいと思います。それから5番目の看板等の設置の考えというようなことで、町においてですね、ちょうど県道、国道とたくさんの観光道路があるわけでございますが、この道路において観光立地、最も美しい村看板の設置の考えというようなことは考えておられないのか、質問いたします。政策推進課長、甲斐俊文君。はい、現在ですね、役場の玄関にイーゼルでパネルを展示しています。これは先ほど言われたように10月4日に、認定式の時に、会長から町長が受け取られた分を後ほど送付してまいりましたので、現在役場の方に、展示しております。展示というか掲示しております。で、今後はですね、役場の玄関の壁面、以前絵が置いてあったところですけど、そこに直接ですね、シンボルマークを展示するような予定にしております。と、また議員言われるように、町内に入る主要道路ですね、ここにも同じくシンボルマークというのがもうすでに美しい村でありますので、それの設置を予定しておりますが、これにつきましては平成26年度予算で要求していくこととしております。以上です。6番森田勝君。
玄関などにシンボルマークの設置がされているというようなことでございます。26年においては看板の設置も考えているというようなことでございますので、よろしくお願いしておきたいと思います。6番の今後ですね、まちづくりについて、美しいまちづくりについての協議会の設置の考えというようなことで、協議会が町の中にもこうたくさん、ありますが、住民によるですね、こうした地域活動による最も美しい村づくり協議会の立ち上げの考えをですね、私はこうせっかくの美しい村づくり、美しい村を認定されましたので、そういう考えが何かを質問いたします。政策推進課長海俊文君。はい、課長。先に美しい村に認定されております福岡県の、ここで言いますと星野村ですね、今現八女市ですけど、星野村地域で認定されておりますが、そこがやっぱり日本で最も美しい村連合星野地区協議会というのを設置されております。で、私どももですね、先ほどから申し上げておりますように、推進運営組織を立ち上げということを申し上げていると思いますが、それが協議会になるか、いろいろな他の団体になるかは分かりませんけど、そういうふうな協議会のようなものを立ち上げてですね、今後そこで協議していきながら今後の事業について進めていきたいというふうには考えております。以上です。6番森田勝君。ですね、やはりこう行政それから議会の方ではこのような事業にですね、一生懸命こう取り組むような協議会をですね、ぜひ私は作ってもらいたいと思っております。せっかくのですね、最も美しい村づくりを持ってこられたのですから、私はぜひ作ってもらいたいと思っております。それから、今後の町づくり地域づくりというようなことで町長の方に、答弁を、ね、お願いしたいと思います。日本中の先ほどから47町村、地域で、高森町が選ばれたというようなことでございます。町長として、最も美しい村づくり、町づくり地域づくりの取り組みはどう考えておられるのか、また観光立地との愛情相乗効果の取り組みの考えをお聞きしたいと思います。町長草村大成君。6番森田議員のご質問にお答えいたします。まずは日本で最も美しい村、連合の加盟の審査にあたり、議会議員の皆様にご協力ご理解をいただきましたことに関しまして、そして、住民の皆様に理解をいただきましたことに関しまして、お礼を申し上げたいというふうに思っております。私は選挙で観光立庁を掲げております。観光立庁の一つのキーワードになるのが、この日本で美しい村連合に審査に合格すること、認められることではないかというふうに思っております。当高森町、資源はたくさんございます。しかしその資源の中でやはりそれを再度洗い直して、そこに非常に人の営みがあって、それまでの今までの継続性があるということが、この日本で美しい村連合の加盟の基本でしたので、極めてこの連合加盟については観光立庁を掲げる党長としては大きな意義があるというふうに思っております。で、先ほど会課長の方からこの目的等が3つ説明がありました。草原風景、これは今日は3番コオロギ議員のご質問でもございました。2つ目の環境が生み出す水の源、あとは風鎮祭と等々が認められたわけでございますが、それが再度住民に再認識させるように進めていかなければいけないし、
進めてくださいということです。このことはすでに行政主導型から住民主導型、住民参加型の形が少なくとも数年前より今の方が構築されてきている形がもう出ております。それは先ほど午前中に答弁を申し上げましたように、先般の新聞等々でも掲載があっておりました酒粕を使った活動、そして日下部北部の長寿の水等々、行政が主導するのではなく住民が自らたちの意識、自分たちの意識で作り上げてきたこと、このことがやはりこうやって少しずつ生まれてくること、これが一番この日本で美しい村のとしてやっていかなければいけない基本になるというふうに思っております。そういう中で特にこの日本で最も美しい村はやはり環境を大事にしなければいけません。循環型のこの日本の社会の中で、先ほど言いましたように阿蘇千年祭等々では草わらを使ったアートの展示等々ございます。それにやはりこれはですね、議員がおっしゃいたい、今日質問の内容私先ほど見ておりましたが、2番と3番とかほとんど意味は同じでございますが、やはり一つだけ違うのはやはりその議員がおっしゃりたいその美しい村に認定されたということを高森町の町民の方がやっぱり知らない、よくわからないという部分があるのではないかって、そこをどうやって教えていくんだということがやはり一番おっしゃりたいことだと思います。だとするならばやはり例えば阿蘇千年祭での草わらアートのイベント、千年祭の月回り公演のみならず、この例えば風鎮祭、この認められた風鎮祭や地域の資源のいろんなところでそれをやっていかなければいけない、これは一つの形として私は今後やっていかなければいけないのではないかというふうに思っております。また住民全体による奉仕作業等の計画等々がございました。これは観光立庁をやる上で当たり前のことでございます。政策説明会の時に、式見地区の政策説明会の時に住民の方から、あなたは観光立庁を掲げているが非常に草刈りや、いろんなところでできてないところがあるけどそれどう思ってるんだというご質問等々もいただいたわけでございます。もちろんすべてを完璧にできることはできないというふうに思っておりますが、やはりある意味住民の人の協力も必要です。だとするならばやはりこの日本で最も美しい村というのがに加盟したということをしっかり住民の方に広報して、だからこそ新しく協議会を立ち上げてその協議会の中で揉ませて、そしてできた年間スケジュールの中にですねいろんな活動を入れてこれを住民に告知する、そして参加を促す、一緒にやってくださいということ、それに対して行政が助成する、後押しするということが本来の形ではないかというふうに思っております。そのための協議会という名称であるなら協議会で構いません。運営組織だったら組織で構いませんが立ち上げは不可欠というふうに思っております。そして今後はこの現在進めております高森町観光立庁推進計画を策定中でございますが、このご質問がありました今後のまちづくりおよび地域づくりの取り組みについては、その計画書のが出来上がることを待つことになるとは、基本的には待つことになるとは思いますが、やはりこの日本一美しい村で、認定していただいたということはその中で大きな要素になるというふうに思っております。やはりですね、これは先ほど農業の問題でもご質問がございましたが、この観光をやはり農地を守っていかなければいけない。しかし例えば今後国が進めている農地集約政策で、そこに、間に入っていただいて農地を貸した、貸した方は、例えば出ていくとかになってしまう恐れもあるわけです。だからこそしっかり高森町のここに適したこの農業の施策、それと観光のこの観光立庁の施策というのは整合性がなければ観光立庁というのは実現不可能ではないかというふうに思っております。以上でございます。6番森田勝君。
ただいま最も美しい村づくりというようなことで質問いたしました、議員もですね自ら美しい村づくり町づくりに心がけ今後取り組んでいこうと思っております。まだこれからいろいろな取り組みを町としても考えていかれると思いますが、住民に対してはですね分かりやすい説明をお願いするところでございます。今年も残すところあと10日余りというのはとなりました。最後の質問といたしまして、美しい村づくり、皆様も来年が良き年を迎えますようにお願いしまして、私の質問に、と返させていただきます。6番森田勝君の質問を終わります。これで一般質問は全部終了いたしました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。お疲れ様でございました。